改めまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、このツールボックスの背景、はい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、いいですか。これね、もともとアメリカで GTR の販売、やっぱトップランクスはすごい台数を出されてるっていうことで、ありがとうございます。やっぱりその GTR を好きな方ね、はい、世界中ので、はい、そういう皆さんにやっぱりその GTR と、楽しい時間を過ごすために工具セットがあれば広がるんじゃないかと。 GTR を好きな方ってちょっと別次元で車を考えてらっしゃる方が多いと。だけどやっぱりその今ね、車載工具セットっていうものもなくなっちゃってるし、はい、あと本当ね、20年前30年前っていうのは車に合わせた工具セットっていうのがあったんだけど、今そういうものもなくなっちゃって工具セットに合わせて整備しなきゃいけない。あ、はい、でやっぱりこれちょっとやっぱ車との距離を縮めるのには今ある工具セットではちょっと物足りないなということで、トップランクさんのメカニックの皆さんからお話を伺ってね、やっぱりこう GTR で、遊ぶライフスタイルをより充実させるものにするために工具セット作ろうよっていうのがこう入り口だったんですね。今回この工具セットを作った上で、はい、こだわったポイントってありますか。まあ我々ね、ファクトリーギアっていう工具屋をやってるんですけども、はい、これ日本だけじゃなくてヨーロッパとかアメリカの工具いろいろ販売しているんですけれども、やっぱりね、今回 GTR なんで、はい、やっぱり日本のメカニックで日本の車にフィットした、まあ、工具を選びましょうということで、このディーンっていう工具をメインに入れさせていただきました。はい、まあ、ファクトリーギアは世界中の工具売ってるんですけども、日本のメカニックの皆さんが日本車をいじってる時にいろいろとやっぱりこうストレスがあるんですね。で、我々30年近く工具屋をやっていく中で、世界中の素晴らしい工具を使いながらも日本のメカニックの人たちがもうちょっとこういう風にしたいなっていう声がたくさんお店に入ってきて、その声をベースにもう世界中の、まあ、いろんな工具メーカーさんと一緒にディテールをいろいろと改良して日本車にフィットする、日本のメカニックにフィットする機能を盛り込んだのがこのディーンというブランドなんですね。おお、はい、まあ、今だと例えばホンダさん、スバルさん、マツダさんっていうね、はい、日本にあるディーラーさんで新入社員で入ってくると、その 40% 以上の人が今ディーンの工具を使う。そんなですか。はい、そんなに使ってるんですか。まあ、だから非常に日本のメカニックとか日本の車にフィットしたものということで、今回、まあ、GTR なんで、はい、日本の車なんで、ディーンを中心にセットをさせていただきました。おお、はい、なるほど。で、はい、他のメーカーさん その工具とこのディーンの、はい、じゃあ決定的な違いって何ですか。まあね、一個一個全部本当にこだわっていろんなディテールをこうね、ちょっとずつちょっとずつ手を加えながらやったものなんですけど、例えばこういうメガネレンチ、ね、はい、これ 17mm のメガネレンチですけれども、こちら見ていただきますとこうねフラットになってるんですね。でこれは何でかっていうと、今薄いナットとか、はい、薄いボルトなんかがあるじゃないですか、はいはい、頭がこういうふうに薄いと、はい、でその薄いボルトナットだとここに座繰りがあると座繰りの部分大きくなっちゃうんで、ちょっとでも角度があるとジュルって舐めちゃうんですよ。なのでなるべくフラットにして薄い、ボルトナットでもしっかり加えられるように細かいところですけれども形状を変えてあります。これね、ソケットも通常座繰りがもっと深いんですけれども、はい、これもね最低限の座繰りにしてあって薄いボルトナットでも舐めることなく回せるように、そんな形状の違いがあると。こちらねショートのソケットなんですけれども、はい、見ていただければお分かりになる通り非常に短い、外側もですね非常に、こちら見ていただきますとほら薄い、はい、極薄ですね、極薄なんですね。で開発始めたのが2000年なんですけど、2000年初頭世界で一番コンパクトで最強だと言われていたスナップオンのソケットになるべく近づけたい、追いつこうということでコンパクトな形状をデザインしております。ユニバーサルジョイント、これ見ていただきますと、はい、これねいわゆるボールジョイントって言って、普通のユニバーサルジョイントはここにピンが入っていてカッタンコンカッタンコンカッタンコンって回るんですけれども、これはスムーズに回るように、だいたいね最大でも18度ぐらいしか曲がらないんですけど、いろいろデータを取って検証した結果18度曲がればほぼ、作業はできるということで、角度の深さよりもスムーズに回るデザインを優先したということでこちらになっております。気になるところでいうとこの超ロングストレートね、はい、こちらもですねディーン独自のサイズということで工夫をした部分があるんで説明させていただきたいと思うんですけれども、はい、まずこちらの面もコンビネーションレンチと同様に非常に
フラットなので薄い、ナット薄いボルトの頭でも、舐めずに回すことができますと。であえて、D の超ロングストレートの場合はここの丸みを持たさずにエッジを立てています。なん、はい、でかっていうと超ロングストレートっていうのは非常に力をかけて使うんです。ラウンドした表面だと滑りやすいんですね、うん、なのであえてここのエッジを立てることによって思いっきり負荷をかけた時でも手が滑らずに力をダイレクトに伝えられるような形状になっていると。でここをあえてきれいにこうシェイプしてできるだけ薄くしてあります。本当に薄いです ね。あと結構大事なのがこちらのポイント、ね、はいはい、ここの立ち上がり部分ですね。めっちゃ反り立ってます。ここ反り立ってますよね。あの大体皆さん超ロングストレート見ていただきますとここの部分がこういうね肉が漏れちゃってるんですね。こうまっすぐにここシェイプされていないということで、でもここにある肉盛りの部分が隣にある障害物に当たってボルトがかからないというようなことがあるんで、これも丁寧に立ち上がりを立てています。非常に日本人のメカニックさんって繊細なので、はい、こういう細かいところがめちゃめちゃ気になる方が多いのでその辺をあの非常にこだわって作ってます。あとやっぱり一番気になるのが、あ、ね、出ました。これ一番使用頻度高いですからね。そうですね、はい、僕もあの普段よくピットとか見させていただく機会が多いんですけど、もう必ずって言っていいほどこれ使ってますよね、このラチェット、はい、いい音ですよね。いい音ですね。これは72枚ギアを使っています。おで90枚ギアの方が、細かいので送り角度があの小さいんですけれども、いろんなテストをした結果72枚ギアの方が強度耐久性ともに90枚よりも出やすいと、うん、っていうあのデータがあったんで、我々はあえて72枚ギアを採用して90枚ではないラチェットヘッドにすることによって耐久性を追求しているっていうものなんですね。そう、ラチェットハンドルって通常使う時ってね、まあ、こちらアメリカのものだとこういうねあのグリップタイプのものが非常に人気なんですけども、そうですね、あえてグリップじゃなくてスチールのハンドルを採用しています。樹脂グリップって長く使っていくうちにボロボロになりますよね。ああ、ね、ボロボロになりますよね。で、はい、そのボロボロになった樹脂グリップを交換したいときに、はい、世の中にもその樹脂グリップのパーツがないともうラチェット使えないんですよ、樹脂グリップがないから、はい、でやっぱり鉄であれば長く使えると、はい、でラチェットハンドルって手に馴染んでいくものなんで、はい、あんまり買い方くないし長く使いたいということでやっぱり鉄がいいんじゃないかとっていうので僕らは鉄を採用しました。鉄を採用するとある程度の太さが必要なんですよね、しっかり握りたいから、はい、でも太くすると今度重くなります。なりますよね。でラチェットって大体使う時ってこう使うだけじゃなくてこう振りたいんですね、うんうんうん、こう振ることが多い、うん、こうやって振る時にここが重いと振るの大変なんですね。確かに。なので実はディーンのここのハンドル部分っていうのは穴を開けてあります。太いハンドルであるにもかかわらず非常に振りやすい、うんうん、軽すぎないですよね。軽すぎないんです。軽すぎないです。ちょうどいい重さです、ね、だから力をかける時の安心感もあります。あと一番こだわった部分としては、はい、この切り替えのレバーですね。ここね、やっぱり使ってる時にこうやって使ってる時に切り替える時に親指一本でこう切り替えたいと、いうことでこちらのくぼみ作ったんですけど、はい、これ一番最初デザインした時にはあのゴルフのドライバーのヘッドの空力を考えてこうねヘッドのところにこういうくぼみができてるデザインからインスパイアされてこのヘッド作ったんですけど、そうなんです、はい、ディーンのラチェットヘッドはあえてここのくぼんだ部分のエッジが立ってるんですよ。お、本当だ。これ細かい部分なんですけどこの立ってるエッジと間に刻まれた線で指をホールドして親指1本でも切り替えができる。これ結構本当にあの気がつかないポイントなんですけどこだわってる。親指1本で慣れてないのに簡単にできる、ね、でもう一つ最後なんですけど、はい、まあ、もちろんこれワンプッシュでソケットリリースできるっていうポイントもあるんですけど、はい、これやっぱり音を出すために中のグリスにもこだわっていて、そうなんですか。そう、素敵な音が出るグリスが採用されてるんでこの音が実現されてると、いわゆる日本人のこう指先で感じる感性みたいなところから特別なディテールにこだわって作られてると。工具ってね、大体もうみんな本当にこう使えればいいやっていう人がやっぱ多いと思うんですけど、こういうねこだわりがあるっていうのは、はい、まず持ってる側からしてもすごい使いたいっていう気持ちにもなるし、はい、ね、なるし、うん、あと使いやすさをとにかく追求してる工具だからこそ、うん、整備も渡したくなりますね、うん、そうですね、はい、
じゃああと他にもこだわってるポイント、うん、何気になってます、何気になる、なんかやっぱこれですよね。これこれこれね、あえてここに朝日さんのゲージボタルっていうですね、非常に、はい、まあ、あのレースの世界でも使われているエアゲージ、タイヤゲージ、あの、うん、入れさせていただいたんですけども、タイヤの空気圧って命を守るものだし、うん、はい、特に GTR なんていうのは、まあ、高速走行とかサーキット走行をするときにめちゃくちゃシビアな空気圧 あのチェック、空気圧の、コントロールしたいですよね、はい、でその時にやっぱりこの朝日のゲージを使っていただかないと僕らはちょっと安心しておすすめできないということで、まあ、非常に、一般の皆様はなかなかお求めにならないような価格帯のものではあるんですけども、あえてそこは GTR 乗りの皆さんのためにということで選ばせていただきました。あのこれってちゃんと定期的にメンテナンスをして定期的にチェックをしなきゃいけないんですけども、はい、何年も使わないで置いておいたものって平気で1割2割値が狂ってるものがあるんで、そういう意味でも古いゲージを持ってらっしゃる方はチェックをしていただきたい。で、朝日は長く丁寧にメンテナンスし続ければ間違いない数値で必ず長くお使いになれるんで、これを朝日をあえて選ばせていただきます、はい、僕もやっぱりこう体験談もあるんですけど、あのよくガソリンスタンドで空気入れるじゃないですか。で、はい、まあ、その辺にある空気のボトルでピーって入れたら、このゲージだと、まあ、2.3 っていう数字出てるのに、自分のゲージでプスッて刺したら 2.0 って出て、はい、僕どっち信用すればいいの？どっちがいい？だからその時朝日を信用してたらいいよ。ああ、なるほど、はい、安心して使えるっていうのもそうなんですけど、うん、もう自分のタイムのコンマ1秒を見るときには絶対空気圧って見ますか？空気圧で変わってくると思いますからね。で、あともう一個気になったの、うん、はい、なんでここに普通のドライバーがあるんですか？1個だけじゃ足りないんじゃないですか？これね、おマイナスとプラテッドプラスの2番っていうので、まあ、今回こちらの場合はトランクの中に入れるということで、はい、小スペースで1本のドライバーでありながら2サイズ使えるということでこちらを選ばせていただきました。まあ、もちろんこれ市販のもので差し替えもできるんで、はい、本数増やすこともできますけども、これねグリップに特徴ありまして、うんうん、車って結構ネジが固着しちゃっていて、はいはい、まあ、早く回すときにはこれでいいんですね。でもこういう使い方をすることが多いんですよ。固着してるときにグーッ、その時にこのイボイボがめちゃめちゃ手のひらに食い込んでくるんで、本当だ、そうですよね、力入る、入りますよね、すごい、はい、もうグリップの形状がそれということで、これ貢献っていう日本のメーカーのものを選ばせていただいてます。へえ、1本で頼りないと思うかもしれませんけど、これならまあ力入れても大丈夫と。本当ですね、はい、どんなサビサミなボルトでもかかってこい、うん、なんて感じですね、はい、プラグちゃんとプラグ交換できる16が入ってるんですよ、しっかり。まず薄くないですか？薄いんです。本当だ、コンパクトなんですよ。おお。それともう一つが12ポイント、だいたいプラグレンチって6ポイントってね、六角のものが多いんですけど、あえて12ポイントにしてあるのは、こう12ポイントっていうのは六角のものに比べてこうアプローチする時の角度が倍になりますからね、はいはい、で普通は入れた時にもうこの六角だとここかここかここかしかないんだけど、12角なんでちょっと動かせばもうはまるということで、あえて12ポイントで、さらにコンパクトサイズということで使いやすいプラグレンチ16mm、これも本当 GTR 用に入れてあります。これも気になりますよね。もう言われる前から説明しますけど、はい、何ですか？これコンビネーションプライヤーってやつで、はいはい、結構アメリカではあまりない、でも日本では非常に人気な、昔の、車載セットにあったプライヤーの豪華版なんですよ。こちら見ていただきますと、はい、先端で紙もつまめます。あえてここにダイヤ形状の溝を入れることによって、引きにも横にも強いっていうので、非常に使い勝手がいいプライヤーになってます。でさらにここ真ん中にスペースがあるんですけど、はい、この真ん中のスペースはこうやって動かすと大きくなります、はい、でシャフトとかピンとかそういったものを丸物をつまんで掴むことができる。でもう一つ、ここにある、あ、切りかけ、切りかけありますね、はい、これ針金とか切れます。え、切れちゃうんですか？パチン、全然力入れてないですよ。力入れなく切れちゃうんですね。でさっき言った引っ張りもこうやって持ってもらうと、こんな細いものでもうちょっと引っ張ってみてください。はい、じゃあいきます。引っ張ってみてください。でこういうふうにこっちでも横でも大丈夫、滑らないですよね、全然そんな大して力入れてないですよね。全然入れてます、もうこのぐらい滑らない。
あの点数はそんなに多くないんだけれども一個一個にこだわりがあるんで拡張性が非常に高く使えるんじゃないかなと思います。いや、はい、もう本当これだけである程度の整備できちゃいますね。はい、はい、これもうだから持ち歩きもそうだしこのままサーキットに持ってってもらえれば他にあのいろんなスペースに物を置くのにね邪魔にならずに持っていけるんで、まあ、安心してお使いになるんじゃないかなというふうに思います。結構サーキットの走行会とか行くときって工具箱問題やっぱどうしてもあるんですよね。こういうの持ってくるの大変じゃないですか。そうそう重いし。そう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 。なんでこれはまあ本当にあのガレージに置いといていただくようなものでこちらは本当にもう積んで全くスペースをあの潰すことなく持ち運びができるっていうセットです。でも本当走行会とかもうなんか見栄えだけがいいだけじゃないっていうのが、うん、こだわってるんでそこをお伝えしたかった。さすがです。いや、ありがとうございます。さすが社長。いや、ありがとうございます。じゃあ早速このチェストタイプちょっと見てみましょう。1段目ボンって。おお。まあレンチの数多いですよね。多いですね。はい。2段目バンって。ドライバーも多いと。で握り物も多いと。でさらに3段目は。ちょっといろいろ気になるのありますね。ありますよ。ちょっと気になるので言ってください。説明しますから。早速なんですけど、はい、これめちゃめちゃかっこいいです。これね、まあ、あのスピナーハンドルっていうやつなんですけども、はい、ラジェットじゃなくて力かけて回したい、さらに周りスペースがあって使えないっていう時に、このヘッドが小さいところなんで、こういう隅のところとかで使える。こう力かけて回します。はい、緩んだ後は、もう一回ぐらいこういうふうに、こんな風にして使えるので、実は早回しもできるんですよ。本当だ。で緩む切ったら立てて回す。おお。もしくはこちらにボルスターがついてるんで、はい、立てた場合でも例えばモンキーレンチでもいいんですけど、あのレンチとかをですねこうやって挟んでもらって、こうすれば力かけてガツーンって言っといてからの、はいましょうはいましょう。周りにねスペースがないところに狭いところにボルト入っちゃってる回しづらいって時なんかにこれ使ってもらえるっていうもので。あとギアがちょっと心配だけどこれだったら思いっきり力かけて使えるよっていうので割とあの車の整備なんかで非常によく使う工具ですね。しかもここも頭ちっちゃいからなんもう本当に薄型ソケット入れば使ってるっていうのができると。これはもうねもういろんなところでおなじみのですね、はい、ディーンのモンキーレンチなんですけど、はい、これめちゃめちゃ人気なのは何かっていうとこちらね顎の部分を見ていただきますとここにボコボコボってついてるんですよ。はい、これ割と気づかないボコボコってありますよね、はいはい、普通フラットじゃないですか。フラットですね。でボコボコってあるのは何でかっていうと、はいはい、これはあえて角を外して面の部分を押さえるためにこのボコがあるんですよ。そうすると角が、当たらずに面の部分で押さえて回せるんで要はボルトナットに対して優しく使えると。で優しく伝えられるからホールドがないんじゃないかと思うじゃないですか、はい、だからちょっと紙を押しましたね。ぎゅーっと紙を握りました。はい、紙を握りました。もちろん大丈夫。え、はい、掴んでください。もう引っ張ってください。はい。で、髪が切れちゃう。ああ、すごっ。それぐらい、まあ、がっつり。まあ、車の変な話、いろんなところでどんなサイズのボルトが出るか分かんないんだけど、その時にモンキー持っとけば、あのいろんなサイズにも対応できるし、このぐらいがっつり掴むんで、まあ、力かけて思いっきりやっても大丈夫と。もうガタつきは一切ない。モンキー特有の型がないと。じゃあちょっともうちょっといってみますかね、はい、行きましょう。これ気になりますよね。 なんでちっちゃいんですか。ちっちゃい。これでもスパナってねこう見えないところで入れようと思うと、うん、こう緩めた後に次の角度を入れなきゃいけないですよ ね。 そうですね。次の角度入れなきゃいけないのに見えないと非常にやりづらいじゃないですか、はい、ちょっと試しにちょっとこう六角があるボルトあの、ドライバーでやってみたいと思いますけども、はい、スパナ回すとき普通こう回したら抜いて入れて回して抜いて入れますよね。はい、そうこれは押し込んどけばラジェットないですよ。えスパナなんだけど早回し。おお、そういうことか。なのでボルトに合わせたらあと見えないところでもあと押し込みながら回せば回せちゃうんです。うわすごい。でそうすると見えないところでもあわざわざ確認して入れなくても何もしなくて回っちゃうっていうね、そういうやつでございますね。これでっていうのが入ってます。あともう超ロングも入ってるし、はい、はい、あのおなじみ力をかけたいところで使いたい超ロング、それとまあこちら面がフラットなコンビネーションレンチももちろん入っていますよ。で 8mm、10mm、12mm、14mm、17mm、19mm ということで
もう GTR に特化してるので GTR で使わないサイズのレンチをあえて入れずにコンパクトにまとめてあるということで、本当に GTR に特化したセットです、はい、これなんでこんな3つもあるんですか。あ、これはね、まあ、コンビネーションレンチもあるんですけれども、はい、あとはもうこれもいわゆるあのラジオペンチってやつなんですけど、まあ、細かいところの作業なんかするときに使うもので、これあえてメイドインジャーマンに使ってます。やっぱり握り物というね、やっぱり動質が非常に優れてるということで、こういう、まあ、ラジオペンチ、あとカットね、あのワイヤーをカットするものなんかも、はい、お音と切れ方、ね、これはドイツのプライヤーの特徴ですよね。あとは最後こちら、最後だ。あ、また出ました。朝日さん。朝日さんのゲージとこれ。フィルターレンチあるんで、まあ、オイル交換まで想定して ありますんで、特に RB26 ってものすごい嫌な位置にオイルフィルターがあるんですよ。でこれはあるとないとでは全然運転の差だと思うので、うん、確かにこれはあった方がいいですね。でこれね、本当にね、いいものじゃないと結構本当にぐじゅって潰しちゃうので、滑っちゃうので、はい、これは本当に滑らないということで非常に定評がある。結構いろんなものあるんですけど、はい、滑っちゃう、舐めちゃうので KTC のフィルターレンチ入れてあります、はい、あと最後に、はい、こちらの箱なんですけども、これももう20年間ファクトリーギアが改良に改良を重ねて作られたもので、特徴的なのは横にハンドルがあって、さらに上にもハンドルがある。例えば車の助手席の足元に工具箱を置きたいときに、ここがあれば足元からでも取りやすいんですよ。あ、本当だ。ここ邪魔になるじゃないですか。何もね、助手席の足元で手こういうふうにできないから、あえて横と上についてる。これなかなか海外の箱にはない特徴です。で、あともう一つですね、この上の あのハンドルをですね、持ち上げるときにここね、結構バコバコになっちゃうんだけど、ちゃんと強化パネルが入ってるんで結構重たい工具ですけれども、ここ上だけで持ち上げても上蓋がベコンベコンになることもないです。このヒンジの部分もここすぐ壊れるところなんで、ここに改良改良を重ねまして壊れにくい形状のデザインになってるんで、安心して使っていただけるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、全部一個一個こだわってます。2000年にあの開発がスタートしてもう24年間なんで、24年間日本のメカニックの皆さんが、あーでもないこうでもないこう変えてくれっていうのを細々と変えてきた結果として生まれた工具なんで、まあ、GTR 特技なんですけども、あの日本の車の細かい部分なんかでもしっかり使いやすいデザインになってるんで、多分間違いなく皆さん満足していただけると思います。サイオンとほぼ同い年のブランドなんですね。そういうことです。おーすごい。はい、あとですね、まあ、あの工具ですね、はい、ディンの場合はレンチ類は、まあ、50年保証というので、まあ大体、はい、50年の保証があります、ね、50年ですか、はい、僕おじいちゃんになっちゃいます、ね、はい、もう僕は今60なんで110歳になってもまだね大丈夫ということで、あの安心してお使いいただけるものになっておりますので、ベースとしては長い、ギャランティーがありますので、あのしっかりと相棒としてお使いいただけると思います。 GTR って一生なんですよ、はい、もう一生残したいって思うオーナーさんが多々いる中で、うん、はい、それと合わせてこれも一緒に使い込んでいって、ね、はいはい、いい具合にこう熱化していって年輪、はい、みたいな感じになっていくっていうのも一つのかっこいいライフスタイルになるんじゃないか。本当になんか最初言いましたけども、今回の工具セットっていうのは、はい、新しい車との付き合い方ね、はい、あの GTR と、楽しいカーライフを過ごすために必要な工具セット何か、それを作りたいねっていうところからスタートしてるので、まあ、僕らはあの工具セットね、スタンダードなものをいろんな人に向けて売るっていうことじゃなくて、今回は完全にGTR と34をイメージしまして、これを使う場面を想定して作られたものなんで、皆さんで楽しんでほしいと思います。いや、これ走行会ユーザーさんだけじゃなくて、もうこれからずっと34に乗りたい人たち必見ですね。ありがとうございます。ぜひ買ってください。もうないです。いや、もうないっす。もうありがとうございます。完璧です。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。